こんにちは、速稼塾の久保です。まあ私メインでクレジットカードって、この JCB カードのね、プラチナを使ってるんですよね。まあこのプラチナの上には、ザ・クラスっていうね、JCB でいうブラックカードという類のものがあるんですけども、こちらの方はインビテーションを受けないといけないんですよ。で、セゾンのアメックスカード、アメリカンスクエスカードの方も私持ってるんですけども、この度ね、こういう風な通知が来まして、なんでしょうね、新しくカードを再発行してくれたのか、年に1回ぐらいこうやって新しいのが届くんですかね。まあちょっと剥がしてみましょう。新しいアメックスカードですね。デザインも前と一緒ということで、これを使わせていただこうかと思います。ショッピングだとリボで 9.6%、うん、ということになってますね。まあ特に変哲もない、リボも特に使うつもりはないんですけども、アメックスカードをいただきました。で、このアメックスカードが届いたら、まあ、クレジットカード全部そうなんですけども、後ろにね、名前を書くのがすごく大事なんですよ。名前を書くことによって不正利用に対する保険がかかるんですよね。まあですね、私もこうやってね、今名前を書こうと思います。これね、書いてない方が結構いらっしゃるんですけども、結構危険な行為なんで必ず書くようにした方がいいと思いますよ。で、クレディ制度のね、アメックスカードが届きましたということでございました。アメックスカードね、まあこれはプラチナの類なんですけども、コンシェルジェがつくんで、旅の予定とかね、ホテルの予約とかを、まあ条件と予算を言うと、それに見合ったのをね、ベストなものをサービス価格で提供してくれるんですよ。で、私が使ったところによると、お部屋のアップグレードも無料で1ランク2ランクぐらいしてくれるんで、とっても快適にね、旅が選べるんですよね。まあですんで、ほとんど決済ぐらいにしか使わないよって方は、まあともかくですけども、旅ですとかね、外食を、まあ、そこそこの金額で利用される方っていうのはプラチナにしてコンシェルジュサービスをしっかりと使うといいんじゃないかなと思います。まあ、それでね、私の知り合いのノクさんって方がコンシェルジュに特化したね、サービスも知ってるということなんで、話を聞いてみたんですけども、結構ね、コンシェルジュの時代が来るんではないかなと。会社の役員さんとか、まあ、お偉いさんだけではなくてね、一般人のコンシェルジェ、要するに情報を選別してくれたりとか、サービスをより良いものとして提案してくれる、そんなサービスがこれから始まるんじゃないかなって気もするんですよね。まあ私の場合はアメックスカード、これからもコンシェルジェとしてね、使わせていただいて、こちらにもコンシェルジェがついてるんですよね。まあですんで、私には今3人コンシェルジェがいるってことになりますけども、まあ普段あんまり使うことはないですね。ただね、やっぱりね、長旅をするときにものすごく重宝するんですよ。で、コンシェルジェさんを通じて、いろいろとお願いしておくと、行く先行く先でもう最高のサービスが受けれてね、もう VIP 気分で、で、料金もすごくね、シャープにしてくださるんで、助かってます。本当にいつもありがとうございます。ということで、今日はクレジットカード、プラチナカードのコンシェルジュサービス、そして裏に名前を書くんだよという注意点についてお話ししてみました。ありがとうございました。